読売二つのかますじ。読売二つのかますじ。さあ皆さん、早速なんですけれども、はい、今日はですね、ちょっと番組の内容を一部変更してお届けしたいなという、重大発表、出来事がございましてですね、今日、はい、今ここにね、あ、じゃもう入っちゃおうか。はい、そうです。ヌルヌル亭安楽しか青年隊が今日一人しかいないんですね。確かに。なぜかと言いますと、大鍋常の方が今、ライブがあって、あら、忙しいね。ちょっと押してしまって、はいはい、本番に間に合うかどうかギリギリだったんですけど、間に合わなくなってしまいました、完全に間に合わない、完全に間に合わない、はい、今電車にの向かってるということで、何分に着くかちょっとまだ見通しがつかないんですけども、覚えてますかこれ、はい、1年もう、何ヶ月前か忘れちゃったけど、ちょうど1年前ぐらい、1年ぐらい前にやったかな、はい、同じように大鍋常がこう、間に合わない、間に合わなくて途中で入ってくるという時に、何をするか予想しようと、大鍋常の第一声を予想するゲームと、あとこっちはこっちで一人ずつ変化を持たせて気づくかどうかで、確か俺が当時ねマスクしてなくて、ほくろをいつも片岡さんここに書くのにちょっと違うとこに書いてるという、逆側に書いてる結構難易度が、ね、まあ全然わかんないね、はいはいはい、でもあいつ分かったのよそれ、ね、確か気づきましたね、言ってから気づいたから、ね、いつもこっち側にあるから見えないの、見え矢壁の位置から見えない、これが見えてる、だから見えてるからすぐ分かりましたってなんか言ってた気がする。で安楽何したんだっけ、僕はなんか、乳首なんか書いたんじゃないですか、ね、絶対に分かるか的なやつ、あ、服の中に落書きしてた、なんか落書きみたいな、難易度なんか小中上みたいな、上で、はい、中で、はい、あれさんが確か何やったんだっけな、俺眉毛太くするじゃん、眉毛太くだっけ、眉毛がやたら立派になってて、はい、もみあげも伸ばしたんじゃなかったか、なんか矢壁がずっとチラチラしてるから、確かにいうことがあったんで、今日もいつ来るまでに、オープニングで決めたことをやって、ちょっと視聴者さんそれもね楽しみながら、もちろん企画もやるんですけども、って思って今回ちょっとね、何がいいかなってことで、例えば決めたんだよ、ね、あれさんだったら、ブーをするわけじゃないですか、ブーする、ね、あれさん放送中ブーするとマスクがどん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 こう濡れてくるじゃないですか、あ、そうみたいね、ちょっとずつシミになってきて、だからヤカベがついた頃にはマスクがビッチョビチョになってて、はいはいはい、このブーメーターも1000を超えてるという最高です。じゃあ今540くらい覚えておいてもらって、マックス何までできるの、これね3999かな。おお、すごい。どうしましょうね。リアルに800、900だと気づかないか。うん、だから、じゃあ、1000単位で変えたらいい。なんか、ちゃんと変えましたよ感あるように、なんか、じゃあ、1489でいった。俺が来るまでに何だって。約1000。本当は540。これ気づくか。覚えておいてくださいね。チェックはちゃんとつけますから。すごいな。で、安楽どうしようねって思って、さっき話したのは、はいはいはい、あの矢壁が来てから、入ってきてから安楽は一言も喋らない、一言も、ああ、はいはい、普段からそうですけど気づかない可能性もある、はい、まあどうだろう、逆にいや気づくで、さすがに一言も喋ってないな、だからさっきちょっと思ったのが、一言もこう喋ってないのに、この水だけ俺だけ、全部飲み切ってるみたいな、あ、いいねいいね、それから矢壁の前で水をね、喋ってる人のようにこう飲み続けるでもいいよね、あ、なるほど、で CM 上おかわり行くとかね何も喋ってないやつが水ばっか飲んでおかわりにちょっと行ってきますもん、なしでよ、ちょっと普通にもうすっと、すいませんもん、なしで、本当に喉乾いてるから、ね、すっと行かなきゃ、それいい、喋っちゃダメだから、どのタイミングで突っ込むかですね、やっぱ、あ、そうだね、やっぱ一応多分先輩だろうから、気使って喋ってねえなーとは多分言わないと思うんですよ、その例えば俺が喋ってなかったら気づいてすぐ言うじゃん、それは明らかだ、これは自然体だから、そうですね、分かんない可能性もあるんですよね、一番難しい、一番本当に今日だ、ジョー、寝ときも毛布とかもさすがにね、ジョー中ときたら僕が弱、弱な、めちゃくちゃ弱なんですよ、今もうすでにやってるんで、実はもう始まってまして、これいいんじゃないかって話になったのが、僕あの矢壁が来た時から最後までずっとね、あのズボンを履いてないズボンを履いてないという、見えますか、あのここの見えますかね、この見えるかな、この位置に片岡さんのほくろを書きましたんで、ただね位置的にここ座るとアレさんがいるから矢壁から見えないから、ちょっと難しいのね、うんうんうん、前通っても、いやめちゃくちゃ
見えないですよね、カメラから見たらね、全然カメラから見たらわからん、わかんないですね、うん、ちょ、ヤカベイメージトレーニングします。あ、ちょっと僕、一回入ってヤカベとして入ってヤカベとしてきて、じゃあ CM、ちょうど CM ぐらいでヤカベが入って入ってきました。あ、すいません、おい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 、お疲れお疲れお疲れ、すいません、本当にありがとうございます。お鍋つねです、どうぞ。おめでとうございます。おー、見える、見えるんだ。俺ね、このそうこれだけやっぱり、うん、じゃ俺がジャックか。いや、めっちゃジャックでしょ。これだけめっちゃすぐ分かると思います。あとね、もう一つ、はい、実は細かいとこなんですけど、はい、ヤカベが入ってきてすぐに反応できるように、うん、この部屋の温度をクーラー16度に設定して、もうめちゃめちゃ寒いですよ。入った瞬間寒い。あ、今寒い、もう寒いですね。はい、あ、直だからか。直だから俺あんまりなのよ、冷蔵庫状態を作ろうという。そう、ね、だからこっちのヤカベはあんまり気づかない可能性がある。なるほど、開けた瞬間気づくかな。でこの3つをね、あ、4つだ、全部、ね、4つ全部、全体のと個々のやつということで、これ全部答えられなかったら罰ゲームありです。そうですね、ヤカベは罰ゲーム。罰ゲーム。さあ皆さんもリプの方で、あ、気づくかどうか、何個気づくかとか予想ね。確かに、まあヤカベがいるまで読めないですけど、うん、事前にリプで、うん、玉筋でリツイートまだしてないですね。そうです、あ、玉筋アカウントでリツイートしておきますんで、はいはいはい、まあ書かなくていいです、ヤカベさんがどうのこうのとかなくていい、4とか2とかで我々で分かる暗号ということでね。ということで、大鍋つねがいつ来るかは、33分に駅着くそうです。33分に浅草橋到着。だいぶギリギリ。ラスト10分ぐらい、ラスト10分のコーナーになりますね。じゃあ先に企画をやっといて、最後にもうそれを楽しむという形にしましょうか。そうね、今日はね、そうなります。あいつ来んのか本当に。あれさ、マスクも塗っといた方がいいんじゃないですか。じゃあ今塗ったら乾いちゃう。でもせっかくもう一応ちびちびして、どんぐらい見えるもんかな。確かに、ここに水あるんで、うん、ちょっとこれ飲まない水ね、飲まない水、うん、あ、塗るよね、ちょっと、はい、ちょ、難しいよね。あ、こっちからそこに内側からこれちょっとカメラの、うんうん、コップみたいにして、うん、これこぼさないようにやるんで、こぼさないよね、こう、あ、撥水、撥水効果。あ、すごいすごい、意外に、すごいすごい、ちょっと見まあまあまあ、ちぎれてる、ちぎれてる、やだ、なんか冷てー。どうですか、ちょっと、あー、あー、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、えい、あ、あ、でもリアル、もうちょっと行ってもいいかも、めっちゃめ、うん、あんま行くと全部範囲よね、あんま行くとね、大丈夫かな、全部の色が変わっちゃうから、あ、あ、あ、すごいすごい、ちょっと違和感ある感じになってきた、これ、あ、すごい、なんかちょっとなんか嫌な作業。マスク汁を、マスク汁を、マスクでこした水をね、うん、これはカメラ見えます、え、見えるかなこれ、横、横ちょっと向いて見てもらっていいですか。あー、でも結構、うん、なんか本当にブーしたらこうなるんじゃないかな、1000回で、そう、1000回やってるからこれぐらいにはな、ね、らいなってた、たまにでもそんななってる時ありますね。調子いい時、番組後半ぐらい、番組後半。さあ、ということで、じゃあ、皆さんもドッキリ、ちょっと乾いてきたら教えて。あー、そうですね、また25分ぐらいに塗り直しますお色直し、ね、今やる。さあ、ということで、番組宛てメッセージ読みますね、はい、はいはい、玉筋ネーム、寒いな。ちょっと一回ちょっとあれ、いや、いや、冷やしとかなきゃ意味ない。そうです、あの、そうだそうだ、もっと冷やしちゃって大丈夫なんで、ね、しかもパンツいっちゃうから、パンツいっちゃう。そうだそうだ。さあ、行きましょう。玉筋でものりこのりのりさん、はい、こんばんは。わあ、私も今週ブー体験と大ダンサーの投稿したつもりになって忘れてました。はいはいはい、安楽さん、過去に恋愛で辛い思いをされてるみたいですが、今は大鍋つねさんがいるので大丈夫ですね、と、はいはいはい、いうことで、あ、これは先週のお話か。先週、そうですね、僕は、ね、ちょっとね、恋愛失恋の話をした、はいはいはい、でも大鍋つねさんいるから大丈夫って言ってたのに来ないから、のりこのりのりさんは今心痛めてます、ね、今心痛めてますね、寂しいと思って今失恋、また新たな妄想を送ってほしい。そうですね。ちょっとね、二人に何があったのか、はい、何があったのか今。でも、ヤカベが来たら喋んない。っていうことですよね。何振られても。何振られてもちょっと喋んない。どんぐらいにしときますか、喋んないで。突っ込んだ、あ、ちょっと待って、あれも決めなきゃいけないでしょ。だから。それに対して何て言うか。第一声、第一声。第一声はまあ、あいつでも多い。多いしかないから、誰から気づいて、どれから気づいていくかですよね。あ、順番にする？あ、じゃあ順番にしましょう。ちょっと多いんで。うん、僕絶対これ1位でしょ、うん、1位というか、じゃあ、うん、そうですね。全部を決めても多分俺らも覚えられないから順番決めたところで。うん、で企画のコーナー終わらしとけば、はい、フリートークみたいなしてる、それがまず不自然だけどね、いつもこんなカツカツで企画が。確かに。だから安楽だって大ダンス入っちゃったら読んでなきゃおかしいもんね。そうですね、声出さないわけにいかないもんね。はい、
なるほどね、うん、そういうのもあるんで、先にじゃあ代打アンサーをやるっていう手もあるし、まあでも舞台展の方にね、でも33分着でしょ、はい、走っても5分は絶対かかるじゃん、40分本当だから最後の10分弱ですね、そう、はい、だからそれまでに何か終わらせとこうか、じゃあ舞台券いっときましょうか、舞台券の方にあのこんにちはとかあるんで、先にこっちからやりたいということで、では先にまずは有限会社吉田組さんの CM をですね、はい、ご覧いただきたいと思います。 CM どうぞ。1,2,3,4 曜日を考えよう、分別大事だよ、よく考えよう、お前もゴミだよ、ブー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 、ゴミ横とな、さあお便り来てます。何でしょう。玉筋ね、まやさん。うん。まやさん。三つ。三つじゃないかと。うん、あんまね深く書いたらバレちゃうからね。ヤカベが見ちゃうから。ああなるほど。なんだと思ってた逆に。何を言ってるか分からない。三つ。いつもやって何言ってるか分かんないから。急に三つみたいな。話を聞かないっていうミッションやってるわけじゃない。やってない。参加してたよね今。まあそれ癖ですけども。あやちゃんが三つじゃないかと気づくの。はい、どれか一つは気づかないんじゃないか。ああ。安楽かな、喋んないやつかな。はい、日常的すぎて。これさ面白いよね。これ多いですね。俺なんか。はい、毎週、うん、視聴者さん向けにやってもいいかもしれない。あ、今週何が違うでしょうみたいな。あ、何が違うでしょう。来週やってますじゃあ。4人来週揃うから。いや、4人揃うじゃん。うん、確かに。で1個毎回なんか誰か1個とかでしてみて、面白いかも。何が違うかを、うん、だから次週発表してもらうみたいな感じ。あか、うん、それかまあリプでもいいし、で正解っていう、うん、そうそうそう。で俺が調子よくこうたくさん喋ったみたいな。安楽さん喋るすぎたからそれ傷つきますよねそれは普通に調子いいだけなのに、うん、調子いいだけなのにもうでも番組、まあ確かにやってみてもいいですね。ちょっとね、ただもうリスナーさん任せすぎるけどな、全部いやもう自分の投稿リスナーってのもう、ね、そうですね。玉筋です。さあ行きましょう。僕たちは舞台系ということで、今じゃあ540ってことを覚えて、これ正しいマークで後で調整しましょうか。あ、そうしましょう。はい、舞台券の方ではですね、ルーレットをして、玉筋のポストカード、新ポストカードをプレゼント中ということで。なるほど。タマス GGGG の、8個かな、タマス GGGG8 個ですね、うん、のルーレットから選ぶということになってますので。いいじゃないですか。フーズだな。いいですね。大井がいないから。うるさいからね。進行がスムーズですね。スムーズですね。ちょうど本当に40分終わるかもしれない、うん、はいはいはい、さあ読んでいきたいと思います。いきましょう。玉筋ネーム、アラさん。あ、先週お休みしてたの、アラさん。なんか寂しい。覚えてらっしゃいます。お、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。先週は時間がなくて聞いてただけでしたが、うん、片岡さん来年の肩書き楽しみにしてます。今日は以上です素晴らしいですね。これね、休んだことを振りにして。そうだそうだ、うん、もう後半企画の方も楽しみにしてますと。なるほど。特にそっちにも送ってきてないんで新しいマークを、じゃあ、じゃあブーをまずルーレットしましょうね。はい、今2回ブーが出たということで、そうですね、はい、これ後でねカウントしなきゃいけない。はい、さあ、アラさんのプレゼントは字が出ました。おめでとうございます。すごい綺麗な撮り方しましたね。はい、いきましょう。あ、初めての方ですね。初めまして。玉筋ネーム、うんこまらしムーマ。あ、初めまして。ガタオカさん、アラさん、玉筋先輩の皆さん、そして、うん、裏筋の皆様こんばんはいこんばんはい。巨人連勝で神宮決戦、神宮決戦読みづらいな、今日のリズムが。裏筋の皆さん、玉筋先輩の皆さん、そして裏筋の皆様こんばんはい。巨人連勝で神宮決戦、イエーイ僕たちの舞台券、先週いろいろ舞台券ありすぎてどれにしようか迷ってます。とりあえず第1話何話まで送ってくるいっぱいあるから迷ってるって。あ、とりあえず今日1話、ね、とりあえず第1話、はい、1話次回にしますやるな、やる。誰作家ついてる。作家ついたな急にね。え、何こういうことできたっけさすが。いや、うるさいことを言ってね、ブーみたいなしかなかったのに。そうね、そうね。いや、言ってもチャンピオンですから。そうか、第1回チャンピオン大会の。そうそう、えー、まあ、ブー出ましたんで、はい、ブーマさん調子いいな。
調子いいの、ということでですね、今 CM が出てますね。こちら無料のアプリです。必ず1回は出るんだね。出ちゃうんですね。あ、はい、出ました。ジオプレゼント。はい、ジオプレゼント。また偏り出したな、ついに。ジの方が。さあ、行きましょう。ブーも出ましたね。ブー1回出ました。はい、1回出ました。大変な仕事なんで、大変な仕事ですね。めくれないから。ヤコブ来た後、それずっとやってんの？間違えて。そうそう、気づくまでは。そうだ、やっとかないと。やんなきゃいけない。喋んないけど一生懸命、ね、あいつはあいつでこうめくるけどね。めくるときに気づく。めくるときに。おー面白い。そっか、こことここセットとは思わないですもんね、マスクと。思わない、思わない。マスクびちょびちょだけかと思ったらこっちだったり。なんならマスクびちょびちょはさ、以前もやそうですね、やってるわけじゃん、俺。自然に。うんうんうん。だから、意外に何にも思わないかもしれない。確かに。で、気づい、ここで、そういうことがなったら賢いですけどね。なかなか繋がんない。そうしたら準々決勝ですよ。準々決勝はいけ、もう負けたんすよ。でもでも落ち込んでこないの？大丈夫です。もう3日前ぐらいか落ちたのがね。はい、そうですね。今日元気です。あ、元気です。はい、行きましょう。玉筋ネーム、はい、のりこのりのりさん。はい。玉筋ファミリーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ブー体験。はいはい。また太りました。痩せたいけどご飯が美味しい。はい、というお便り。ちょっとまた読みづらくなんだけど。ブー体験はまた太りましたです。痩せたいけどご飯が美味しい。なのでね、なるほど、報告報告ありがとうございます。また声出してもらったでも笑いが起きちゃったからね、はい、ちょっとブーンして、残念だから、残念、もっとね具体的な数字だとか ね、はいはい、なんか声方を教えていただければ、はいはいはい、まあでものりこのりさんは最近いつも爆笑をかっさらう人ですから、はい、そうでもないみたいです。さあ行きましょう。玉筋ネーム、スーパーストロングボッキマシンさん。玉筋の皆さん、こんちんこ。こんちんこ。こんちんこ、かわいい。ちんちん。ちんちん。ちんぽ。ちんぽ。ちんこ。だからこのちんこレパートリーがどこまで持つ、うん、来週どうすんのかね。来週どうすんのか。昨日はクライマックスシリーズ勝ち上がり最高でしたね。うん、ああ、よかった。よかった。青柳さん、ごめんね。確かに。以上です。投げやりだな。最近投げやりじゃない、なんか。みんなちょっと短めになってきてる。確かに。ちょっとね。嘘でしょ。でもみんながしっかりして、そのあやとかチカがだから生きるのに、ね、浮き出るから面白い作りだった。でまだあやチカ出てないから今日。今日来てんのかね。これは今日割と僕シャッフルってちょっと見たんですけど、うん、はいはい、パッパッパッってやっちゃったんで。なるほど。でも最初に固まってるからね、このスカシ系がね。なるほど。スカシ系が固まってる、どうしよう。行きましょう。玉筋ネーム、布団の中さん。布団の中さん、はい、僕と私の舞台券。はいはいはい。この間私がお気に入りでいつも着ているパジャマのズボンだけがなくなってしまい、家中探しました、うん、ふと鏡に映る自分の姿を見ると、うん、お気に入りのズボンをずっと履いていました、うん、もう履くのやめます。勘違いから、メガネと一緒のパターンじゃないですかね、うん、そんなことある、そんなことある。パジャマ、パジャマのパンツみたいなパジャマ履いてるってこと。あのホットパンツ的なやつかがなくなって、ずっと探して鏡チラって見たら自分履いてたと、でこんなんだったらもう履くのやめます。お気に入りにはもう入れないと。そうですね。だからメガネもメガネ探して、ここにあった、うん、じゃあもう捨てると。ならんこんなことになるなら大体ならんしょ。ブーが出ましたね。出たな、急に正統派くるとこっちゃこっちゃ困っちゃうな、うん、でも一回ね、中のあ、マが出ました。ありがとうございます。一回なんかさらちに戻った感じが出ました。これでね、これがこそブー体験ですから、はいはいはい、うん、お、来ました、うん、お、来ましたか。玉筋ネーム、あやさん。あ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今週も僕と私のブー体験を送らせていただきます。うん、ある日おばあちゃんと一緒に買い物に出かけ、会話をしながら買い物をしていたら、買うべきものを忘れてしまいました、はい、というわやってるわ。でもまあブーではあるけどね、うん、まあ、ブーではあるよね。書き方が淡々ともうね、出来事だけ書いてしまっただけであって、ね、うまくやればね、家帰ったら買い物買ってませんでしたとかね、 それで書き方してくれたら、買い物行ったのに、うん、ってすごい楽しくて、なるほど、ね、おばあちゃんといっぱい会話しました、はいはい、家に帰って気づいたんですけど何も買ってませんでしたっていうのが、それはめっちゃブーだね。あやちゃんはこの書き方ですよ、うん、はい、うん、なんか嫌だな。いろいろいますから、その文学者というか、まあ、確かに、ね、そのまま書く人と比喩を使うとか、はいはいはい、ちょい盛りを使う人とかね。あ、ちょい盛りでね、うん、あえてやったりとかね、うん、これ僕はその噂で聞いたんですけど、はい、そのあやちゃんその、うん、裏で僕がすごいやっぱ出禁にしてるじゃないですか。あ、やく、うん、あ、よくね、安楽が出禁だ出禁だって言って、なんか僕あの人って呼ばれてるんですよ裏で。あの人がってめっちゃ嫌いじゃんと思って。この間ヤカベが、
シママフクのライブで出待ちというか喋った時、ああはいはいはい、ガタオカさんがあれさんがと、うん、いうのって感じで、でもあの人がいうあの人になってわかんない、好きって意味かな、好きなんすか、好きな人のこと名前 あの子がとかね、でも嫌いから始まったりするじゃん、そうそうそう、いがみ合ってた頃 急に好きになったりするじゃん、じゃあ、あの、できんで嫌われたままでいいよということで、あやちゃんおめでとうございます、字がおめでとうございます、ありましたんでね、めっちゃないけど、字いっぱい出るね、いいペースですね、ツッコミっていうか、ガヤがいないとね、もうすぐ20分になるんで、あ、でももう20分、さあ、残り4枚、舞台券をね、あ、いいですね、あ、玉筋ネーム、まきすけさん。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。立秋すぎて、朝晩は寒いですね。うわ、頭よさそう。皆さん、体調崩さないように気をつけてください。ありがとうございます。僕と私の舞台券。はい。私は早起きが苦手なので、うんうん、いつも夜にお風呂に入るのですが、はいはい、先日寝落ちしてしまい、朝シャワーを浴びることに。うん、早番のため、9時に家を出るはずが、8時45分に起きました。やばいじゃん。うん、寝ぼけていたのか、余裕でシャワーを浴びれると思い、うん、シャワーを浴びました。お急いで出勤したら、うん、遅番でした。ああ、いいですね。これはまあ日常的ですね。うん、これあるある。うん、めっうまいね。だから絶対行ったら全然違う時間の方だ。ちょっと良かったな。なんかもう それはもう予想してなかったですね。うん、俺もね。うんシャワー浴びちゃって遅刻しちゃいました、うん、的なね、うん、だけだったらちょっとブーなしだったかもしれない、うん、一瞬だからミスリードというか、うん、引っ張ってきて、うん、おそばんの方だった、うまし、あ、ブー正しいマークお願いします、ね、あそっか、あんまりブーしないでもらってちょっと嫌いなんで作業が大した仕事じゃないさあ、まきすけさんはこちらですね、はい、お字を1枚おめでとうございます、ヤカビがいないと意味ないですよそれオーバーのやつは僕ら関係ないからそうかそうか最近あいつ字出ても別に何も言わないけどまあね昔は字をね50万円単位で上げたりしてたと思ってましたけど、はい、あ、いきました、玉筋ネーム武蔵丸チャノンさん、おあのいつもチャノン、あ、先週かあのチャノンさんが笑いばっか取っちゃってこっちで、うん、もらえないっていうのかっこいいみたいな話になったじゃないですか、あのブーを取りたいのに笑いばっかり、それは、武蔵丸さんが酒飲まないのは酔っ払わないから一緒だって言われてそれを受けて多分玉筋ね武蔵丸さんのネタ素晴らしい、かわいいですね、けなげですね、そのまんま、玉筋ね武蔵丸ちゃんのさん、皆さんこんばんは、わかめスープ、おいしょ、舞台券、かなりの確率で、はい、玉筋ネームではなくアカウント名を呼ばれますそれは申し訳ない、これは確かにチャノンさんね、この人だけなんですよ、なぜか今回は読まなかったけど、うん、だから武蔵丸チャノンになってから、うんうん、インパクトもあるし、うん、もう間違いないか、あの、うん、チャノンと元のね、うん、名前がちょっとなんか似てるんですね、4文字、そう、はい、うん、もういいのにのリッペのまんまでも今日も言われた今日もということで、あ、ブー出なかった、笑っちゃったのか、そう、笑っちゃった、また笑っちゃった、じゃあ武蔵丸ドリッペは今日は何ももらえないと、武蔵丸状態ですよ今、残念ながらまた笑いを取ってしまったんですいませんね、出直してください、かっこいいな、かっこいいな、玉筋ネーム、ちかさん、あ、あ、後半、後半に来ましたよ、これは、毎週楽しく拝見してます、ありがとうございます、今週も舞台券送ります、はい、最近疲れているのか布団に入ると寝落ちしてしまうのですが、結構早めに眠りについてしまうので、うん、朝方変な時間に目が覚めてしまい、はい、毎日ぐっすり寝た気がしません、うん、相談、病院かなんか行って相談、先生に最近ぐっすり寝れないんです、間違えてないか、玉筋用かな、やっぱそれすごいよね、そう、前回喋りましたよね、あえてこういう文章を僕ら作れるかみたいな、そうだね、あー、そうだそうだ、あのスカちゃん選手権ね、うんうん、なんかもう一周回ってすごいセンスに見えるんですよあーこの文章なかなか難しいよね、突然終わらすという、うんうん、話の続きがありそうで終わらす選手権、うんうん、それもいいな、だから来週その微妙な変化選手権とかチカちゃん選手権とかいろいろ試してみるっていうのもチカちゃん選手権やってみる、うん、なんかやっぱネタも漫才誰っぽいとかあるじゃないですか、コント誰っぽい、そんな感じでやっぱリスナーさんもあこれはちょっとチカちゃんっぽいわとか、すごい色出てきてるもんね、色がすごい、うんうん、すごい、あ、で、出なかった、笑っちゃったと、出た、出た、あ、出た、出たんすね、出た、出たということで、チカちゃんにはお、巣が出ました、おめでとうございます、いい感じで集まってきましたね、さあ行きましょう、玉筋ネーム、これでも色がありますから、コルレオーネさん、あ、色だらけ、色だらけ、色気もね、色気がね、僕たちの舞台券、はいはい、こちらの番組は女性視聴者が多く、僕の下ネタを待ってくれているかと思うと
それだけで勢いよく精子が飛んでしまいます。以上です。玉筋は女性リスナーが多い。そんな中で僕の下ネタを待ってくれてると思うと、もう精子が飛んでしまう。いいですね。はあ、いいな。やっぱ一年中ずっとバカですもんね。いいですね。もうだって青柳も終わっちゃったから。青柳さん負けちゃってね。もう募金もできないから青柳、ね。そうだね。ここしか精の、ね、処理場がないの。ここにエロいの送って、ワクワクして女性がね、見てる。女性も見てるし。まあただ女性視聴者というか、おっさん多いけどね、視聴者に関しては。うん、でも、女性もやっぱり半分は女性でしょ。半分、まあそうか。そうですね。うん、うん、半分女性、半分、なんなら女子大生2人がこの番組のスタッフやってますから。そうなんですよね、はいはい、週替わり女子大生ピースしてます。モンゴル姉さんのピースが、モンゴル姉さんのピースが、ピースが、さあということで、ちなみに今日ね、はい、あの俺なんか写真撮ってインスタとかに上げてこうと思って、はい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 、僕のインスタのストーリー見てくれればね、お今日はなんと顔出ししてます。モンゴル姉さん、モンゴル姉さん、じゃあ皆さん、はい、あれしんのすけのインスタグラムに、ストーリーに、ね、上げてます。ストーリーに載ってるということで、モンゴル姉さんがどんな人なのか貴重だね。一応写真チェックはね、させられましたよ。あ、これでいいね。女の子だなって思いました。さあ、ヤカベが到着まであと7分後の駅に着くということで、はい、先に大ダンサーをやっちゃいたいんで、一回 CM 入りましょうか。やっちゃいましょうか。そうですね、いつになくペースがいいですけども、はい、それでは、ここで小田原うろこさんの CM ご覧いただきたいと思います。どうぞ。CM 中に、ひなちゃんがスタッフのひなちゃんがすごい勢いでブーッとパーなんでこれ持ってきてくれたけど、一瞬ヤカベ来たかと思って、急に驚いた。さあ、お便り、あ、来てます。リプがですね、玉筋ネーム白いかどんさん、はいはいはい、今日代打アンサーなどいろいろ考えたんですけど、はい、なかなか何も思いつきませんでした。ちょっとなんあれかわいそう、強制的だと思ってるのが かわいそう。いいんですよ、見てくれるだけ、うん、ありがとうございます。はい、白いかどんさんはあの大鍋ちゃんのファンですから、おなべちゃんの驚く様を楽しみにしてる。なるほどなるほど。あ、もう一個送ってくれてました、おなべちゃんさん、はいはいはい、白いことさん、はいはい、2、あ、2ね、うん、2じゃない、あ、2しか気づかないと。おなべつねさん、間違えて特急に乗って成田空港まで行ってしまえばいいかも。あ、ブー出ちゃった。もういいですね、ブー出ちゃいました、ね、送ってくれなくてけどね、ブーはもらいましたけど。あ、この方覚えました、僕もさすがに覚えました。はい、武蔵丸のりっぺさん。4、お4ということで、夜もいける、あ、4つもあるってことを確認しますと、あ、もう1回、ね、あれしんのすけはブーを過ぎてマスクがびちゃびちゃかつ今、うん、1480になっている、うん、安楽はヤカベが来てから全く喋らない、うん、なのに水ばっか飲む、うん、そして僕はズボンを履いていない、うん、そして、この部屋の温度が16度で設定されていると、うん、めちゃくちゃ今寒いです、はい、そうですよね、あ、そうですか、めちゃくちゃ寒いですね、こっち寒いっすわ、やっぱりやばい、クーラーやっぱ寒いんだね、うん、うん、ということで、はい、その4つね。じゃあ、代打アンサーもペースもペースで考えて、3人でやってみますか、僕も参加して、ね、ちょっとさ、俺やっぱり薄れてきたよね。うん、ね、広がっちゃいましたね。あ、そう。じゃあ、やっぱりもう、バッとやんな方が、やった方がいい。あとで。あとでやっ、でも全部がその色になっちゃうかもしれないですね。そう、雫とか、だからこことかにもう垂らしてくる。あ、そう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 。ちょっと寒いけど、それはちょっと残り10分間は。もう、あとちょっとしたら、ここにビシャッと垂らしてやるんだ。ちょっと地球今立ってます。さあ、行きましょう。代打アンサー選手権です。はいはい、今日僕も参加していきたいと思うんで、じゃあ、1、はい、貴重だなぁ、はいはい、今日何枚だ、じゃあみんな見てっていいですよ、もう、はい、手の札をね、今日は、はい、2枚ずつ、あ、3枚ずつ、ちょうど3回戦分ですね、いきますか、3回戦分ということなんで、はい、そして選ばれた方には缶バッジ、そして先週ちょっとあのリスナーさんからありました、全部集めた時の話がないじゃないかと、はいはい、持ってきました、持ってきました、こちらキラキラ缶バッジ、あ、確かにやっぱりキラキラしてんね、はい、いいなぁ、この他のを玉筋を全部集めて、はいはいはい、買った方にはキラキラ缶バッジもあげますよ、はいはい、なるほど、今のところ1人だけ、今1名だけです、はいはいはい、やっぱ運がかかってきますんでね、はい、さあ今日のテーマがですね、はい、あ、この話一つも触れてないですけど、片岡さんが対談する、いや、どうすんねん、その話で50分いけるよ、いや、もう次回とか長くなっちゃうんで。そうね、緊急企画でやりましょう、そうですね、はい、またそれはね、ということで今回のテーマが、はいはい、片岡が新たに始めた仕事とはということで、誰から行きますか、全然
トップ別に僕もトップっぽいのありますね。じゃあいきますか。あ、じゃあ行きましょう。はい、布団の中さんに代わりまして代打ぬるぬる手安楽、片岡さん対談で焦った片岡が新しく始めた仕事とは。愛媛に行って栗むきの仕事。2人目最悪。どうなってんすか読み最後あれさんが、ね、数年後にはあれさんも、うん、あっち行って。それこそ別に大丈夫ですよ。愛媛に行って栗むきしても、ね、僕も3人と栗むき始めたらもう仲良くしたくないです。もうさすがに最後の取り出じゃんじゃん。そうですね。そうです。坂友に関しては本人バリバリの現役なのに勝手に行っちゃっただけですから。もったいない。いい回答ですね。なるほどね。じゃあ僕行っちゃっていいですか。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあ玉筋ネーム武蔵丸茶門に代わりましてガタオカ。はい、はい、片岡コーチ対談のニュースを聞いて焦ったガタオカが新たに始めた仕事とは。タレント名鑑を読み似ている人を探している。おー、うまいですね。いやでもこれはさ実際にそうでしょ。そう、常に片岡さんが引退した頃もそうですけど、うんうん、片岡さん一本で行くというか、うん、わけじゃなくて、うん、常にいろんなスポーツ選手だとか、ね、有名人で似てる人出てこいと、ね、ずっと願いながら、ずっと願ってるもんね。いろんな人に今回もさ LINE で言われてさ、はい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 、やめたらどうすんのみたいな、うん、で小林誠二いけんじゃないかとか、誰々いけんじゃないとか言われて、一時期なんか立岡さんもいけんじゃないかとか ね、ただ、さすがに巨人内で引退した片岡さん、片岡ってやつさんに急に小林誠二ですとかやってたら、もうそれは片岡さんに悪いっていうところ、ね、確かに不誠実もね、不誠実か、不誠実、小林不誠実。やっぱりちょっと ね、そうですね、気まずくなっちゃう。俺も日ハムの近藤さんに似てるって言われてて、系統似てますね。似てて、あの、うん、日テレジータスさんの方とかにも言われるのよ。おうおう、近藤やればいいじゃん。でもそれはちょっとジータスの仕事ね。いやジータスの仕事もあんの、日ハムにも、うん、紹介するよみたいなこと言われててんだなんだけど、やっぱり安倍さんに悪いからみたいな思っちゃうもんね、どうしても。そうか、うん、だからで、え、G たかしやるんだっけ。 G たかしさんは若い頃の G たかしさんにめっちゃ似てるんですけど、G たかしさんも言うぐらい、はい、若い頃の俺に似てるよって言うけど、誰がわかんだよとも言いづらいけど言いづらいけど、わかんない。G たかしのモノマネの C たかしやったところで G たかしさんもさ、ほくろあるもんね。あれも書いてんじゃないっすけ、うん、そうなの。あれ書いてないもともとありますね。あるんだ、あるよ、あるのか。生まれ、じゃあまた書かなきゃいけないもの。基本誰かほくろなんで。さあ、あれ先行しよう。はいはいはい、はい、じゃあのりこのりのりさんに代わりましてライダーあれしんのすけ、ガタオカが新しく始めた仕事とは。顔に油性ペンでほくろを描く仕事を始めます。すごい流れ。今の分かってた、それ読むの。いや誘導したちょっと。誘導した。誘導したでしょ今。してないわ。またほくろ描くんかいって言わせといての。うん、してないわ。ちょっと不正が。もうそう、もう俳優なのにも。俺も俳優なのにも。お笑いっぽいことしてる。びっくりしたんだ俺も。読みながらうわっと思っちゃった。やっちゃったと。やっちゃった。またどっちかでしょ。これはのりこのりのりさん申し訳ないですけども、はい、不正、これはもう不正ということで、違うけど、どっちかな、違うけど、キャノンさんも良かったけど、あーこれもいいね、クリムキかな、クリムキだよ、布団の中さん、おめでとうございます、おめでとうございます、布団さんにはですね、こちらの、巣を1枚、缶バッジ巣を差し上げたいと思います、いや、勝てつさん、のりこのりのりさん、やり方がちょっと汚かっただけで、うん、そうですね、いや、これ一応謝ろうじゃん、ごめんなさい、ね、パス上げといてね、あの時より後悔してるわ、俺。あの言葉言っちゃった。大事件。なんか、はい、あ、どっち行くかな。じゃあ僕行きますか。じゃああれさんから行きますか。はい。じゃあたい焼きさんに代わりまして代打あれしんのすけ。ガタオカが新しく始めた仕事とは。アンパンマンに新しい顔を投げる。あ、なんでよ、なんでジャムおじさんでしょ。じゃあバタコさんや。あ、バタコさんか。バタコさんが投げるのな。バタコさんが投げる。新しい投げるのはバタコさん。確かに。作るのがジャムおじさん。そう、バタコさんのコントロールめちゃくちゃいいっていう噂なんだ。確かに。確かに外さない。両手で投げて、両手で投げたあのコントロールですもんね。そうか。そうですよ、バタコ。で普通だってコントロール悪かったら、うん、アンパンマンがここにいるとしたら、この壁にぐちゃぐちゃになって顔を一発ってるなんかおかしくですもんね。一発で決める。そう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 。その仕事を俺がやらせていただき、やりたい、それはね、日テレ帯番組も多分絶対投げない、投げない日はないもんね。そうですね、また本格、逆にバタコさんが出ない日がない、そういうことですね、うん、だからもういい仕事だな、いい仕事、いい仕事、ああ、いい仕事、売れたね、これは、うん、もう売れましたね、もう売れた、もうこれもいい仕事だと思います。あ、じゃあ、はい、コルレオーネさんに代わりまして代打、ヌルヌル手安楽、ガタオカが新しく始めた仕事とは。
新キャラ、朝からおちんちんを見せる安住ちんいちろう。安住紳一郎、紳一郎、安住、あんな硬派なアナウンサーを、爽やかな人、爽やかな、ああなるほどね、まあ、この手のだから、まあ面白いよね、この芸能人文字ってのね、朝からおちんちんを見せる、すごい今日はすごいね、両方とも下ネタで押してきた、いやそうなんですよ、ああ、うん、そっかそっか、久々のね、そうなんかね、最近斉藤さんがいないから、自分のキャラを押してきた、あ、35分なんで今走って向かってると思うんで、今走って向かってる、ちょっと早めにじゃいきましょうか、はい、じゃあボケいきますね、はい、代打スーパーストロングボッキマシンに変わりましてガタオカ、はい、ガタオカが新たに始めた仕事とは、シルダニュー、最悪流れだ、今日シルダニューっぽいの、なんかちょっとそんで似てんのが、ね、おちんちん見せる仕事と、はい、なんかアンパンマンに投げる仕事もなんか横からしてしたやありますけど、その同じような職業なんですよ一緒にしないでくれ、大役は一切そんなつもりないよ、アスカキララさん新しいシルよって飛ばしてる、ね、ようなもんですから、そんなないの、これはどうしようかな、これは、アンパンマンいきますか、アンパンマン面白いけどね、アンパンマン面白かった、はい、じゃあ惑星トムラムたい焼きさんには、はい、こちらジオ缶バッジを差し上げたいと思います、はい、さああと1回戦、そうですね、じゃあ僕からいきますか、はい、できますか、玉筋ネーム神犬に変わりまして、はい、これ言っちゃっていいですか、言っちゃっていいですか、あれしんのすけの実のお父さんが僕のお父さん投稿ついにくれました、すごい、神犬に変わりましてガタオカ、ガタオカが新たに始めた仕事とは、ベッキーにちょびっと似たペッキーと夫婦漫才コントをやるということで、はい、その時のアレさんのお父さんって絵描くの好きで、送ってくれたんで、ちょっとあのうまいんですよ絵にね、鉛筆で描いたようなよくねリツイートとか僕らが知ってるんで見たことあるかというと、鉄拳さんに憧れて、あ、鉄拳に憧れて神拳、憧れて神拳っていうの、僕とあれですね、ベッキー似てるのよ、めちゃくちゃ似てんのよ俺の顔ああ見えてんの、そう、あんな人参みたいなこんな感じ確かにネジリーもね、笑うしはねあるし、まあまあベッキーさんが似てるから俺も似てるんだろうね、まあ似てるのよ、そうそうそう、グローブとバット持って漫才、そうそうそう、面白い、これ面白いですね、やってたらね、これ寝音漫才をペッキーを探さなきゃいけない、ペッキー、あれペッキーなんでしょ、似てるね、ペッキー似てる似てる、ちょっとフットですけどね、ちょっとベッキーがなんかね、細いバージョンも書いてくれてるんですけど、そう、太い方がちょっと似てるかなって僕は勝手に判断して、太めの似てる人探した方が面白いですね、そうだね、確かに、そうだね、確かに、はい、あ、素晴らしいです、ありがとうございます、神犬、はい、さん、これからも投稿お待ちしております、さあ、じゃあ、ありがとうございます、いきましょう、マキースケさんに代わりまして代打、アレシンノスケ、ガタオカが新しく始めた仕事とは、ベッキーのモノマネ、おお、誘導か誘導じゃない誘導か、今失格です読む順番そっち俳優なのに読む順番そっち、素直なお笑いのテクニックを俳優なのに、俳優なのにスーパーストロングボッキマシンさんを先に読んだでしょ、だってあなた俺はこっちが下ネタ来たから下ネタに変えたから誘導されたいや、これ誘導の試合なのよ誘導じゃないかベッキーのモノマネ、逆にベッキーのモノマネ俺がする、そう、ああなるほどね、そしたら片岡さんと仕事いける、ああってことよ、いけるかな片岡さんの後ろちょこちょこ男が男装女装して、細かすぎてとかもさ、小田光平さん本人が出たりした、出たりしましたね、うんうん、そうそう、中村のりさんとのやつで出たりしたから、ありですよ、これはまあありかもしれないですね、ベッキーの真似を、ね、ベッキーさんの真似をして片岡さんについて、でもほくろないから、ほくろで選んでるわけじゃないんだけど確かに、まあ、それはおよいね、まあまあ、安住紳一郎よりはいいからさあ、アンドいきましょう、はい、ムーマに変わりまして代打ヌルヌル提案楽、はい、ガタオカが新しく始めた仕事とは、ガタオカコーチのお手伝いさん、お、空き缶がたくさんあるぞ、空き缶を足でぶっつぶーす、もう一つおまけにぶっつぶーすなるほど、え、ほん、いや俺すごいと思ったよ、うん、あのね、ガタオカコーチの、うん、片岡コーチのね、片岡コーチのお手伝いさんだけでもよかったのに、グッズブースを入れたいがために、うん、多分空き缶を、関係のない空き缶を、ね、もう自分のギャグにしてくれなかなか芸人でも生まれないのにね、確かにね、もう生まれてます、いやでもグッズブースを、グッズブース面白いし、うん、安楽これやっちゃえばライブとかでムーマさん許可取ってさ、うん、なんかさ平場とかでさ後輩先輩にいじられたりとかした時に、
言っちゃえばブッツブースこれ面白い、まあ、でもだからあのうんこの 下手につくってことですよね。師匠師匠ですね。作家作家、うんこ師匠はちょっとおいおい、まあ、バレない、やったとしてもバレないように絶対にうんこに広まらないように広まらないようにだいぶ苦しいだよね。これだいぶ苦しいうわいいな全部。いやよかった、全部いいけど、ね、うん、あでもこのイラストまで描いてくれた神ケンさんにあげたいなということで、あ到着された、到着、あ到着しましたということで、勝者神ケンさん、あ初の、だからあれさあとで実際に出てきますね。さあということで、ここで、代打アンサー選手権が終了ということで、ヤカベが到着したということなんで、どうぞお入りください。オーラ別でお疲れ、ライブ大丈夫、まあまあ、どうしたんだよ。残り10分ということで、企画は駆け足で終わったから、まあ、一旦顔を視聴者さんにね、カバンも背負ったまま。なんで遅れたかったかね、気になるし、すごく。忙しいんだね、やっぱり3回戦に。確かに3回戦。あっ、うん、よいしょ、いいよ、気にせず。3回戦芸人、やっぱり忙しいんだ。うん、さあさあさあ。やばい、えおい、えおーい、何来てそうそう、いつからそんなドリフターズみたいな、そのバカ殿みたいな仕上げ。何が違うよ、どれから行こう、どれから行こう、どれからって何よ、どれから行こう。まず自己紹介ね、自己紹介。どうも、大野悦津です。またの名をアイリブ、ヤカメです。その名、アメリカ行ったらアイロック。さあ、ということで、違う、どれからってどういうこと、何が。じゃあ一回立ってください、一回3人とも、じゃあ3人とも、じゃあ、まあ3人とっちゃいいか。おいおい、何を着てさ、おい、忙しいな、おいスポンサーさん、ズボン履かんかい。正解。ああ、気づいた、やったな、こんなやつが。ここも気づいてほしかった、ね、いや、ほくろね、片岡さんのほくろをここにつける。ほくろの位置違う、そこじゃないやろ、うん、いや、なのね、まあでも1ポイント、まあまあでもいいでしょう。じゃあ、違う、まだ、はい、あんたまだよ。どうしたどうした、どうした、おもらしとるやないかい。本番中に失敬とるやないかい。あー、残念残念残念。これは焦った作業の結果、はい、お腹に見えてますけど。え、違います、焦った作業ってことは、え、違うか。違うか。ってことね、違うか。ここら辺になんかあんのかな。書いてんのかと。ってことは書いてない、書いてない。今回ね、マジックは使って、これしか使って、ほくろしか使ってない。あ、どうですか、はい、うん、おーい、何ですか、いつもより喋ってないぞ。正解正解、すごいね。いや、いつもよりでもないけどな。ちなみに、あんまか、補足すると、喋、はい、ってないのに水めっちゃ飲むっていうのも言ってくれてます。いや、わからんよ。わからんよ、あとは。すごいね。さあ、まあ、一体座ろう、落ち着こう。いや、別に落ち着いてる、落ち着いてる。もうね、はいはいはい、ほんと、女別ねが来る前に企画をスピーディーに終わらせたら、はいはい、うんうん、できるもんで。ちゃんと40分に目指す。え、もう終わったんすか。もう全部終わらせた。え、マジであなたもちょうど終わった時に来たの。そうそうそう。あ、本当ですか、うん、いや、バッタバッタでしたね、本当に。よく来たね。ラスト10分のため本当に、マジで、うん、浅草橋に33分について走って、はい、走りました、本当に走って久々に走りました、あんなに。いや、明日こいつ筋肉痛が、俺だったら休みますいや、来ますよ、ただ青年隊ですからね、これが楽しみで。おい、水飲みすぎやろ、一言もしゃんなのにまだやってんか。もう終わってます、終わって終わってんだよ、自然体で終わってんだよ、俺はもう僕が来て一回もしゃべったのに水全部いきましたよ、一気飲みしましたよ。でも正解、めっちゃ正解、うん、お前が突っ込んだって終わってんの、うん、あ、マジですか。ちなみに今2位ですよ、はい、当てたのいやですよ、だから、はい、で視聴者さんからもいっぱい来てますんで、あ、ごめんなさい、2かなって人もいれば、うん、はい、2か、あ、なるほど、もうまだ、はい、正解発表してないってことですね。3もいけるかなってね、3もいけるかな、うん、え、だって、まあ、だから残ってるボケてないわけがない人が1人いるじゃんか。あ、なるほどね、はい、ボケてない1個ずつ持ってんだったらね、1人、はい、1人、うん、1人、前はだってあれですよね、なんかすごい、前はありましたよ、ね、そんな前はなんどうすんの、俺がずっかけだったどうすそれを視聴者さんにずっと隠してたら、うん、ね、ドッキリじゃないのにドッキリじゃなくてやってたよ、俺もさすがに急に昨日からハゲたんだよハゲ取るやないかじゃ今のさらなんとかなんで、ちょっと待って、むずっ、難しいか、意外とね、確かに難易度で言ったら、うん、あ、でもそうか、一番、え、中、俺は、あ、中、俺が弱、弱、あ、一番弱、今日だった、あ、今日、あ、今日、じゃあすごいよく気づいた、倒したんすか、うん、だっていつもと一緒じゃん、確かに
それなのに気づいてすごいね。いやいや、そうだよって言ってもおかしい。ちょっと失礼かなとか思うよ。ちょっとお前。お前、おい。まだ1分、1分、1分。お前、俺が1分喋んなかっただけで。もう、お前、喋ってねえな。でもね、ちょっとやりすぎて不自然だぐらい。いや、そうだぞ。ちょっと不自然。なんかこう、スイッチ入ってた。いつも通りでまたニコニコしてればいい。あ、確かに。多分見たら、見てほしい。本当に不自然だぐらい。不自然ながらやっちゃった。温度オフ感がすごかった。そうか、もう一個きついか。え、でも中ですもんね。中、うん、いやこれはおい、おい、おい、どんだけブートンじゃん俺の。俺がお前間に、あ、ってことは、ってことはさらに繋がると、繋がると、あ、唾吐きすぎやろ。おい、やりました。どんだけブートン。おい、おめでとう。さすが、トゥテテテテテ、番組愛あるね。やりますよ、そら。気づいた。マスクもだから今見て、ここ本当は、あ、本当だ、びっちゃびちゃだった。でもちょっと時間経っちゃってね、そう、広がっちゃって、じゃあマスク分かんなかった、急遽だから。ヤカベが入る直前にこの水をここにぶっかけてよだれベチャーのことにした。それが下まで行っておもらしみたいな。なるほど、湿菌だから、うん、なるほどなるほど。いや、ダメでしょ。実はボーナスステージということで、はい、今ここでこうやってきたけど、はいはい、この、玉筋全体というか、うん、はい、あ、もうアズーリもグルになって、一個ね、仕掛けてることがございまして。おい、スタッフか、こ、次は。いやいやいや、あんま、スタッフの体ジロジロ。ダメだよ。合法的に。そうだよ。履いてないとかないですか。女子大生が、女子大生履いてないみたいな。ボーグル姉さんが下履いてないみたいな。ガタオカのパンツを履いてる。あ、じゃあこれモンゴル姉さんのパンツ入れ替えてる。二人のブラ交換してるとかないですか。してないの、もともと。ちょっと確かめてきて。いやいや、確かにちょっと。そうか、今ヤカベあれかもね、ダッシュで来ちゃったから、うん、分かんない。俺と安楽今すごくその、うん、ドッキリ、うん、あーと5分、うん、それをやってることによってね、うん、おい、ん、本番前タバコ吸わんかい。いや、吸いましたけど。しっかりしてちゃんと吸いましたけど。しっかりな。ダッシュできて、楽屋通ってないです。楽屋ルールってちょっと、楽屋じゃないですね。このスタジオ内でちゃんと考えてる。なるほど。リスナーさんもね、はい、これはもしかしたら、ね、目で見てわかるもんじゃないからね。あ、なるほどなるほど。リスナーさんはでもわかりますか、これ。もちろん先に説明はしてる、うん。あ、なるほど、うん。いつもと違う。いつもと違うのか。違うというか、はい、うん、そうね。ああ、ああ、お、気づいた、ここはいつもこうやろ。違うよ。決まりはないでしょ。並び順決まってないから。当たるまで3秒に1回 RB バックやってもらって。あ、そうしよう。当たるまで。いや、ちょ、当たるまで。引退ですけど、じゃあ、よーい、スタート。あるか。アイバーク早く見つけなきゃ。ね、見つけなきゃ。アイバーク、これのせいで、ちょっと。効率が悪い、効率が悪い。アイバーク、やばい。3回戦落ちたの。アイバーク、来年向けんの。うるさいな、うるさいな。何のライブだったの。いや、ちょっと今日あの、いけ、あいばーって。どこでやったっけ。で、いけぼく豊島区民センター。あいばーって。語尾が IRB バレる。違うよ、違うやろ。あー、そっか。探してもね、わかんない。まあ、そう。一回冷静だろ。視覚じゃわかんない。そう。考えるな。匂い嗅ぐな。今みたいなことだったら逆に気づかないか。そうか、そうか。ヤカベが駅から走ってきたのは事実だなって分かっちゃった、はい、逆に、うん、え、本当に嘘ついてサボってたら、うん、え、何、え、え、あお、あ、なるほどね。お、分かった。お、次一回外すことやる。冷房つけんかい。あっちやろ。アホ。え、残念。違う。そう。え、暑いから冷房がついてないから暑いが正解。冷房つけないから暑いが正解。正解は、冷房を16度にしてるから寒いでした。めっちゃ走ってる。めちゃくちゃ走ってる。体がポカポカすぎて。寒いのよ。いや、違う、違うよ。違うよ。最高。違う。アイルバックのせいよ。暑いのは。走ってきたとかでもうダウンしてた。血が回っちゃったからね。16度これで？ずっと。しかも冷やすためにオープニングからずっとこれで。めちゃくちゃ暑いよ。だからめっちゃ寒いらしい。超寒い。超寒い。手とか触ってみたら。本当、いや、俺は本当寒くない。なるほどなるほど。俺運動してるから。確かに。確かに。確かに。1000回近くブルー。いや、違う。やってねえやろ。やってねえだろ。さあ、ということで、見事4つ正解。
面白いなぁ。やばい。それは準々決勝行くわ。行ってねえわ。楽しいから来週もちょっと遅れてきてもらって。いや、きついよ。俺だけ喉がなくなるから。本当にだろ。ラスト10分で金もらってベッドに行くわ。こっちは50分やってる、うん。こっち50分やってんだよ。じゃあ次回ちょっと本当にやりますか。さっき話してたあの視聴者さんも。まあ、俺らが何かを変えて、なるほど、間違い探し、あ、めっちゃ面白い。それをリップで送ってもらって、確かにリアルタイムで行きますね。当たった人に何かね、はいはいはい、アルビバッグをプレゼント。いや、違う いや、じゃあ上げすぎたよ、じゃあじゃあレアードがレアードめちゃくちゃ下がってる。あなたに向かってって言わないなんとかさん、なんとかさんに向かって。いや、送られてこなくなりますよ、誰もあ、面白い企画やってみましょうか。いや、本当確か次回からは、はい、そのね、あのアハ体験企画と、はい、誰がチカちゃんか当てる選手権。ちょっと気になる気になる、誰か、あ、そっか、チカちゃんのやつが先週で、ね、と思うので、また詳しくはツイッターに書きますので、はいはいはい、ご覧いただけたと思います、はい、以上、読売ルーツの玉杉でした。ありがとうございました。楽しかった。3回じゃもう言ったら